最後の試合です。男子ベスト16部1回戦8試合目、選手を紹介いたしましょう。ビブナンバー6番、from 千葉県 A ボックス、高階英二。そしてビブナンバー2番、ワールドカップで唯一日本人で初優勝を果たしたことのあるギボン、インターナショナルランギボンライダー、そしてヘイルワイルド、岡山県合敗こと大杉徹。ちなみにこの本日大会で使われているラインもガッパイ選手のシグネチャーモデル、世界からですね彼のシグネチャーモデルが販売されるそんな選手です。ジャッジ準備はよろしいでしょうか。さあそれでは本日の試合最終試合となります。明日から2回戦目以降が行われます。本日はまず1回戦目だけがこの夕方にですね、本日14日に行わさせていただきます。最後の試合紹介しましょう。参りましょう。男子ベスト161回戦8試合最終試合スタート。まずはライト、ナンバー2番、世界一がタイムまで知られています、大杉徹。ギボンライダー、そしてヘイワイルド所属、片足でのサーフィン。ここはライトにも戻れず、
ベスト16クイズ回戦第8試合、本日行われる試合の中では最終試合となりました。果たしてどちらの選手が明日の第2回戦へと駒を進めるんでしょうか。本日行われました予選をもとに、明日はジュニアクラス、マスタークラス、オープン女子、オープン男子とそれぞれ混戦トーナメント